どうも、お疲れ様です。昭和40年代生まれの皆様、そして全年齢の皆様。この度ね、コブラという漫画で知られている、寺沢イチさん。寺沢イチさんって間違いないですかね。私ね、寺沢さんとしかね、ずっと覚えてなかったんで、この呼び方いまいちわからないんですけども、コブラの原作者の寺沢イチさんが8日にお亡くなりになったんですよね。5日ほど前です。心筋梗塞だったらしいです。で、 この件を受けてフランス大使館がツイッターで哀悼の意を表したということだったんですよね。このように書かれています。テラサー・ブイチ氏の不法に接し、フランス大使館は悲しみを深くしています。フランスの俳優、ジャン・ポール・ベルモンドをモデルとしたコブラは、フランスでも熱狂的な人気を誇ります。ご家族や友人に深いお見舞いの気持ちをお伝えします。と書かれていたそうです。あの、 コブラについいてはは私詳しくは知らないんですよただ小学校中学校の頃に左手を友達に向けてねガンガーンとねサイコガンの真似をした覚えがありますしコブラのなんかどことなくルパン三世みたいなねひょうひょうとした感じとかっこよさっていうのはやっぱり思春期の私たちが憧れるとこだったんではなかろうかと思いますで「コブラ」っていう作品がねなんかこうアメコミ調音みたいな感じであのアニメも結構かっこいいんですよねオープニングとかねエンディングとかね ただやっぱりこう、大ブレイクしましたとかね、シリーズもので続編がバンバン出ましたとかね、ガンダムとか宇宙戦火山とに比べると、ちょっとこう、鍵に隠れちゃうような作品だったのかもしれませんけども、でもやっぱりこうやってね、え、コブラ、寺沢さんお亡くなりになったのっていう風うに、やっぱりね、昭和を生きた私たちとしては、思うところがありますよ。皆さんもそうだったんじゃないですか。今回は、あの、多くは語れませんけども、寺沢先生がね、 お亡くなりになっても、コブラという作品は永遠に生き続けて私たちの胸にあるよということを哀悼の意図変えさせて今回の動画に変えさせていただきます。じゃあ、これからもコブラ最ガンしっかりと真似していきましょう。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。